どうも。どうもどうも、ほろ酔い岡田です。よろしく。もうね、会津若松来て、お城も見たし、日本酒も飲んだし、あとはもう伝統工芸っしょ。うっさね。じゃあ伝統工芸、工芸品ちょっと作っていくから、ちょっと中入ります。今回は会津の伝統工芸やお土産が揃っていて、絵付け体験もできる会津高専小坊市にお邪魔します。すげえ。お、起き上がり小坊市や。すごっ、集団やん。すごいいる、すごいいっぱいいる。これすごいね。これね、こう何個かこうやってこう倒してみて、で一番こう起き上がったやつがこの鮮度いいからね。鮮度求めんの怖。あ、ほんと鮮度悪い。鮮度いい2つが残りましたね。おめでとう。これが起き上がりこぼし。大量の起き上がりこぼしに大興奮。それにしても会津にはたくさん工芸品があるんだね。あ、何か見つけた？赤べこおみくじっていうのある。今年あれやねんな、まだおみくじ引いてないんですよね。聞いてみるか。じゃあちょっとこれで引こう。ということで、赤べこおみくじで今年の運勢を占うことに。さあ結果は？お！大吉や。いいね。西屋の人生、サスケネガラ、ワリゴット、ハオギネ。確かにな。確かに、ほんまにそう思います。嬉しいね。ねえ、分かってないでしょ。このおみくじには会津の方言で運勢が書かれているんだよ。あ、あなたの人生問題なし、悪いことは起きませんよ。すごない？恋愛離れたりくっついたりってことか。確かにな。その離れたりくっついたりしてるわ、ちょっとなんか恋大きい感じで。これだから大吉なんか、これほんまに。健康、足折らんように、足折れないように気をつけてってこと。大吉かほんまにこれ。いや大吉ってその健康なんかとても良いでしょみたいな感じじゃない。金運、あ、金運、ほろってもめっかんべ、放っておいても見つかるよっていう。なくしても見つかる。あ、なくしても見つかる。なんで最初なくす前提。待ち人そのうち来るでしょう。大吉これ。末吉の時のやつじゃん。なんかそのうち来る、来ますとかじゃない。大吉って、せっかく大吉を引いたのに辛辣なこと書かれてるの、めっちゃ岡田です。しかし最後の一文に気になるメッセージが。開運スポットも書いてる。これ何や、高専小坊市、高専小坊市。ここ、ここ。ここ見に行ってる。いや開運スポットここやん。そんなことある？これ、これ全部にこれ書いてる。疑ってる皆さん、スタッフも引いてみたところ、開運スポットはそれぞれ違う場所でした。岡田持ってる。わ、ちょうどええやん。超大吉に運気アップやって。ほんで絵付け体験したら、絶対やろう。やりましょうこれ、絵付け体験。よっしゃ。というわけで、我にもすがる思いで絵付け体験をすることに。ではまずは起き上がり小坊市を絵付けしていきます。もうこのままでもなんか可愛いけどな、なんかシンプルで、で、なんか、キャラクターとかいろいろ
考えたんですけど、やっぱり自分の中ではやっぱり伝統を生かしながら、その感じも残しながら、やっぱアップデートしていきたいっていうのが、まあ、僕の考え方なので、やっぱりその素材の味を生かしながらちょっとだけこうアップデートしていきたいと思ってます。でここね、なんか帯みたいなこのあるんですよね、桶上がり小帽子って。だからここを、まああれはブルーやけど、ちょっとだけ違うブルーにしたいなと思って、でそれで今迷ってて、で一つは、ウィンターブルーで、もう一つが、アミーゴブルー。この二つで迷ってて、どっちがいいんやろうと思って。いや、どっちがいい。やっぱでもこの会津の雪のことを思い出すって考えたら、やっぱりウィンターブルーがいいかなと思って、ちょっとアミーゴって感じではないなと思って、ちょっとウィンターブルーにするか。じゃあ岡田なりのこだわりがあるみたい、優しく見守ろうと思います。あ、でもなんかもうほぼウィンターブルーやん。なんかほぼウィンターブルーやけどな、これ。ちょっとでも、もうちょっとウィンター感出すか。さすがに。こうね、ちょっと。うん。お、だいぶウィンターブルーに近づいてきたんちゃう、これ。満足のいくウィンターブルーが作れたようなので、いよいよ絵付けをしていきます。作業開始から5分後。これすごい、これほんまにウィンターブルーやん。これ塗ったらもう完全にウィンターブルーになった。お次は細い筆でお顔も描いていくよ。どんな仕上がりになるか楽しみだな。そしてもう一つの起き上がりこぼしにも岡田のこだわりの色を塗って。できました。全然こっち見ないじゃん。不仲やな。で、こうやね。はい、できました。すごっ。こっちね、カラーなんですけども、シグナルレッドとファイアレッド迷ったんですけど、これレッドにしました。いいね、色ついてると思います。これね、ほとんどもう今ある起き上がり小帽子と一緒なんですけど、ちょっとアップデートしたところといえば、この起き上がる時の顔ですね、もっとこういうしかめっ面になるんじゃないかと。あと、その起き上がるところを見てるこの方、もっとときめくんじゃないかと思って。その部分、アップデートさせていただきました。お、いいやん。でこれは岡田をイメージして作りました。で、これがですね、お、ちょっとすいません、イメージして作ったやつですね。すいません、まだ出てないんで、まだ出てない情報なんで、情報ないでしょ。隠してますけど、イメージして作ったやつですね。歯ブラシのところにまた飾りたいと思います。岡田式の起き上がりこぼし完成。本当に可愛い。で、今日作るのは、これだけじゃございません。こちら、キャンドル、これに絵を描いていきます。僕はほんま尊敬する人で、キャンドルジュンさんという方いるんですけど、キャンドルジュンさんの影響めちゃめちゃ受けてますんで、ちょっとそのキャンドルジュンさんに近づけるように、ちょっと絵を描いていきたいと思います。頑張ってください。こちらも会津の伝統工芸の絵ろうそく。キャンドルジュンさんに影響を受けてるだなんて、ハードル上がっちゃってるよ。できました。素晴らしいものが、できました。こちらでございます。こちら、リーキですね。リーキキャンドル
作りました。うわむちゃくちゃリーキやんね。リーキ、まあ、別名ポロワー、またポロネギ、また西洋ネギ、まあ、いろんな、ね、呼び方ありますけども、リークという呼び方もありますけども、それをモチーフにしたキャンドルですね。いやこれはいいね、ほんまに。これほんまキャンドルジュンさんも認めてくれると思うねんな。キャンドルジュンさん失礼。いや今回伝統工芸に岡田の息吹を吹き込めて実に面白かったです。会津の伝統に触れることができてよかったね。お家に飾るのが楽しみです。岡田のデュアルライフ、岡田のデュアルライフ、岡田のデュアルライフ、楽しいです。